一番入り口二番入り口高尾港は中華民国最大のおよそ千万の20フィートコンテナを扱い、世界第12位の海岸に形成された。オランダ東インド会社の植民地の住民が1620年に高尾へ到着し、その後ラグーンの開発を始めた。港は高尾ポートと呼ばれ、オランダ統治時代、停止政権時代、初期の成長統治時代にだんだんと成長していった。 1858年に清はフランスイギリスの連合軍にアロー戦争で敗れ天津条約に調印した。条約によると清政府は外国との貿易のために台湾の5つの港を開くよう要求された。5つの港のうちの1つとして1864年に濁港は公式に開かれた。その後、日清戦争に負けた清政府は1895年に 台湾を日本へ譲渡した。初期の日本統治時代、台湾総督府は、濁高を近代的な港へ開発するつもりで、大きなプロジェクトを引き受けることを決めた。日本は3段階に港を拡張し、最初の工事は1908年、2番目は1912年に終了し、3度目は第二次世界大戦によって中断された。この間、1920年に洛は、 高尾に解消された。第二次世界大戦中、高尾号は連合国により、ひどく爆撃された。戦争後、中華民国政府は港の開発を再度始め、ラグーの内部で臨海工業地区を開発した。第二の高校となる、セカンドポートが1975年に小港区と旗津区の間にかかる橋を壊すことで建設された。応用統計分析報告、 7光栄運、ミノルイサを分析。キーレオンハーバービューロー。2008年6月3日、閲覧。高尾港が、アンクタット。世界の港湾別コンテナ取扱量ランキングで、第12位台北中日経済文化代表どころ、台北中日へ、いつき文化代表書。ありがとうございます。